第3話、嵐の予感。ねえ、今日、一体何なの？いきなり呼び出して。ああ、もう少し待て。来た。京様、お召しにより参上つかまつりました。お久しぶりです、京様。ご当主自らお出迎えとは痛み入ります。おい相模、一人足りねえな。後から来ますよ、いつものことでしょう。紹介するよ、ミサオ。俺の臣下たちだ。臣下？相模です。ほうきと申します。はじめまして、姫様。無前です。前期や、よろしゅう。そして、こちらが私の二人の弟、次郎と三郎です。我ら、薄井一族進化の筆頭、八大天狗。どうぞ、姫君のしもべに。進化って、このものすごい美形軍団が、まるで、ホストクラブ天狗。てめえら、何主人の嫁こましてんだ。ちょ、誰が嫁になるなんて。俺の唇奪っといて、まだそんなこと。あれは人工呼吸だってば。お前の人工呼吸は舌絡ませんのか。はい、入れてきたのはそっちでしょ。つうか、人前でそんな話しないでよ。人前がなんだ。俺はするときはどこでもする。最低。もう知らない。私、そろそろ帰る。買い物あるし。本当は太郎ちゃんを誘いたかったんだけど。え、私を？買い物のついでにこないだ行ってたジェラートのお店に行こうかなって。ジェラート、また今度行こう。太郎ちゃんの弟くんたちも一緒に。はい。じゃあ皆さん、また。こら待て、ミサオ。なに？なんで俺を誘わないんだよ。買い物なら一緒に。ついてこないで。あ？バイバイ。では京様、屋敷の中へ。京様？はあ、ご当主。あ？なんでしたら、私たちはもう少し情報を集めておりますが。なんだよ。追っかけちゃどうですか？そんな顔してるくらいなら。やっぱり人が集まるところにはあやかしがいっぱいいる。やば、気分悪くなってきた。君大丈夫？顔色悪いけど。はい、すみません。少し休めば平気。はあ、この人今日にそっくり。具合悪くもなるよね、そんなについてたら。え、見えてるんですか？まあね、払ってあげる。これでよしと。あのそれじゃ、気をつけて。ちょっと待ってください。行っちゃった。誰なんだろう、あんなに今日に似てるなんて。おい。びっくりした。なんでここに？お前が怪我してないか気になって。何にも手につかないんだよ。それよりお前今誰といた？え、ああ、うん、今日にそっくりな人。俺に？あやかしも見えるみたいだった。親切にしてもらったんだけど、名前も言わないで行っちゃって。物腰が柔らかいっていうの？今日と同じ顔なのに紳士っぽくてね。エロくなかった？エロくて何が悪い。ほら、行くぞ。行くってするんだろ、買い物。こうやって二人で歩くの初めてだな。うん。ついでに手でも繋いどっか。
腕組んでもいいけど。やだ。お前な、ちょっとくらい言うこと聞けよ。俺なんてマジで夢にまで見たのに。嘘ばっかり。なんで嘘だよ。だって今日は私のことなんか本気で。こんなことしてくれるのは私を好きだからって、そう確信できたらいいのに。ほほう、これはなかなか。いやー、お姫さん、ええもん持ってんねんな。いいものって何ですか？太郎が知るにはまだ早い。ずるいです。さあ太郎、こっちへおいで。この写真なら見てもいいよ。はい。ただいま。今帰ったぞ。お帰りなさいまし。あれ、皆さん仲良く何を見てるんですか？ああ、これはですな。ちぇ、それ俺の秘蔵アルバムじゃねえかよ。勝手に見んな。秘蔵アルバム？何？今日の写真？見せて見せて。そうじゃないです、姫様のお写真ですよ。わ、私の？いやー、きっちりファイリングされてて愛を感じますな。風呂上がりのミサオ、大人っぽくなった。もんだ感触では C カップ、パステルカラーの下着が好み。はぁ、きょー、なんでこんな写真が？って、いない。逃げましたな。やはり隠し撮りだったか。一枚もカメラ目線ないもんね。許さない、あのエロ天然。まあまあまあ、後藤知ってば、ほんまにお姫さんが好きでたまらんのやさかい。そんなこと言ってもごまかされません。いや、マジですって。姫のために当主になった方じゃないですか。私のため？あれ、ご存知ないんで。うん、とっくにご存知かと。姫君、あなた様を花嫁にと望めるのは一族の当主だけなのです。逆に言えば、姫君を望むなら当主になるしかない。姫君と離れていた10年間、そのために京様がされた努力は壮絶なものでした。なぜならば、我らの一族にはすでに正式なご嫡男がおられたからです。そんなこと聞いてないよ。いつかきっと迎えに行くから。まさか、あの言葉、本当なの？あれ？あなた、町で？よう、また会ったね。八大天狗最後の一人、宗城殿です。京様の兄君でいらっしゃいます。京のお兄さん？君が京のお姫様か。よろしく。なんてね、他人行儀の挨拶はよそ。俺たち幼馴染じゃないか。幼馴染？あれ、覚えてない？俺も10年前この家にいたんだけど。そうでしたっけ。ごめんなさい、私小さい頃のこと忘れてて、今日のことも少ししか覚えてないくらいで。そうか、ミサオは小さかったからね。仕方ないよ。ごめんなさい。これからは俺も君を守るよ、今日と同じように。はい。それじゃあ今日に挨拶をしてくるよ。なんか優しそうな人だね、太郎ちゃん。お姫さん、悪いことは言わへん。僧侶には気許さへんことや。え？前期。せやけど、多分あいつはまだ当主の座を。よさないか。